こんにちは、道具屋親父です。いつもお世話になっております。今回は、近所の川にニジマスを狙いにやってきました。動画を撮り始めて今回で3回目の調校となります。前々回は長良川の本流で戻りしらめ大きい雨川を狙っていたのですが、全くひどい天気で釣りにならず、嵐のようなひどい日でしたので、雷ゴロゴロピカピカ、もう危なくてやれないので竿も出さずに帰ってきました。前回は長良川の本流でサツキマスを狙っていたのですが、これもさすがに激甚。エッサのぶっ込みの方、ルアーマンの方、餌釣りの方、入り乱れていろいろやったのですが、全く反応がなく、まあサツキマスですのでね、しょうがないです。で、今日はですね、ブログのこう存続の危機、あるいはこう動画の存続の危機となってしまっておりますので、何としても釣りたい、ひょっとしたらニジマスは釣れてくれるんじゃないかなと淡い期待を込めてやってきました。ただね、朝すごい寒くてこんなね格好でやっております。いびくよろし冷たいので、ちょっと水温が上がるまで我慢の釣りを強いられるかもしれません。まあ自然の営みですのでしょうがないですね。ちなみに今回使うタックルは、ティムコさんの J スイッチのニューモデル10933の N を使います。はい、これですね。新製品で評判がいいのでオラも使ってみたくなりました。リールはオービスです。から使うラインはやっぱり新製品のアトランティックサーモンショートシングルハンドの 56F、 これに、019のモノカーをセッティングしています。前回の長良川でも、このシステムでとてもよく飛びましたので、遠投能力も抜群ですから、25ヤードぐらいまでの距離だったら十分コントロール可能となります。ではこれで行ってみたいと思います。さあ釣れるかな。でも寒いよ今日は。なんでこんな寒いんだろう。頑張るぞ。